北家老は北海道砂川市に本社ある製菓メーカー企業ホリホールディングスの会社でありグループ会社にホリがある北家老はホリの自社商品を直接販売をするために会社を設立したことが始まりである北海道産の原料にこだわっており自社で栽培しているものもあるなどすべての菓子を自社で製造している直営店のほか 物産展に商品を出店している。北家老は、客室乗務員やパイロットが、北海道のお土産として、シュークリームをまとめ買いしていったことが、口コミで広がっていき人気を獲得していった。シュークリームは通信販売しておらず、物産展に出品してもあっという間に売り切れてしまう、人気商品となっている。新千歳空港店の他にも空港内で、 北家老の商品を取り扱っている店舗があるほか、北海道内の各空港や札幌駅の売店などでも取り扱っている。砂川本店は喫茶フロアを併設しておるほか、ドッグガーデンや北家老の森、森林の森が隣接している。また、北海道地域文化戦賞特別賞と企業市民文化賞を受賞している。小樽本館は日藤小樽営業所の倉庫であった。 石づくりの建物を利活用しており、六家庭の店舗が併設している。また、小樽市都市景観賞を受賞している。札幌本館は、1926年に、摂生宮業景記念事業の一環として五貸資金を、元に北海道内、初となる本格的な図書館、北海道町立図書館として開館した。設計は、北海道知事公館や北海道大学、 総合博物館などを担当した、萩原厚子生を中心とする、同調建築家技師たちによるものである。その後、北海道立美術館、北海道立三西幸太郎美術館、北海道立文書館の別館として使用し、1990年には札幌ふるさと文化百選に選定されたが、2014年に閉鎖した。同年に北太郎は建物を取得して、 歴史的価値を生かしたリノベーションを行い、基本デザインは安藤忠雄が手掛けた。館内は、ショップの他にミニシ、右下高太郎の作品を展示するミニシ、右下テライト、カフェ、ライブラリー、メモリアルルームがある。建物は、グッドデザイン賞、北海道赤レンガ建築賞大賞、ベルカ賞ベストリフォーム部門などの各賞を受賞している。ありがとうございます。